ラクーマキッチン、ありがとうございます。毎日の献立にお悩みの皆さん、ラクラクおいしいプロの味を毎週月曜日にお届けいたします。今日は香川からうどん料理ゴーヤ式料理長の滝野健一さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お店のご紹介をいたします。高松市牟礼町にありますうどん料理ゴーヤ式、こちらの建物は200年以上の歴史がありまして、立派なお庭を眺めながらゆっくり食事を楽しむことができます。厨房で腕を振るうのが総料理長の滝野健一さん。和食一筋30年、讃岐の食材、讃岐の味を大切にしたお料理は地元はもちろん県外からのお客様をも魅了しています。今日のメニューはこちらです。はい、食べてなのけんちゃんを作ります。はい、食べてな、はい、どんなお野菜なの？面白い名前ですね。小松菜とさぬき菜を掛け合わせた、食材ですよね。はい、はい、子供たちが認めたとありますが、そうですね、名前つけましたね。はい、小中学生から応募して名前が決まったということなんです。はいはい、美味しいから食べてなーって、そうですよね。子供たち食べてなーみたいな、食べてなを使ってということで、はい、では早速お願いいたします。はい、そうですね、まず食べてな、これね、軸のところにいっぱい砂がついてるんで、はい、これ、まあ、今ちょっとボールないですけど、ボールとかでこうやってガーッと洗って砂をのけてください。はい、はい、じゃあ次いきますね。これをよいしょ、お、はい、ザクザクと切りますね。すごい張りがありますね。そうですね、これ少しね、水につけとったらパリパリするんで、はい、それでいってください。確かにパリッとした、お、すごい量ですね。思ったより増えたような感じになって、はい、戻しすぎてますね。えらいことになってます。お得な野菜です。大変えらいことになってます。ちゃん、はいはい、次人参ね、切ります。はい、これね、短冊に切ってください。はい、もうこう、あんまり薄くしたらね、へたってしまうんで、はい、もうちょっと粗めで。おお、さすが、ね、プロ。あ、失敗しました。タイミングが悪かったです。2ミリ幅ぐらいですかね、2、3ミリ。そうですね、はい、それぐらいでいってください。はい、はい、いきます。次で、油、揚げですよね。はい、お揚げを。そうですね、ちょっとね、やっぱりそのままだったら臭いので、軽くこう油切りというかね、はい、油を取って、そうですね、短冊切りにした油揚げを、はい、そうですね、2分の1枚ですね。はい、で豆腐はキッチンペーパーでちょっとくるんで、はい、しばらく置いとって水切りしてください。あ、このひと手間が大切なんですね。そうですね、はい、木綿豆腐。はい、じゃあ次炒めていきますね。はい、はい、よいしょ。ではお鍋をね、しっかりの、はい、熱しました。で油入れてますんで、はい、油で炒めますね。サラダ油でいいですね。おー、いい音。うん、入りますか。はい、大丈夫です。はい、フライパンいっぱいじゃないですか。いっぱいですね、満タンです。はい、もりもりですが、はい、どれぐらい炒めますか。あ、人参しんなりするまでですね。はい、人参と一緒に入れてください。はい、ここね、しんなりするぐらいまで炒めてください。まあ、だいぶ傘も減りますよね。うん、火が入ると、ね、あんまりこの食材自身が苦味とかもなくて食べやすいんで、はい、ただもうさっと炒めるぐらいで、あとはもうどんどん入れていったらいいと思うんで、下処理なんかが必要ないってことなんですね。はい、で、このけんちゃん、はい、名前みたいですけど、はい、どういう意味ですか、けんちゃんって。けんちんさんか言ってくれます。けんちん、けんちん、けんちん、けんちゃん。まあ、ちょっと無理がありましたけど、そういう感じだね。そういう感じだと思います。けんちん汁のけんちん、けんちゃん。そうですね。ね、はい、まあ、ふっちゃ料理ね、精進料理が始まりやと思います。はい、はい、揚げも入れます。はい、ここで、油を抜いた、はい、油揚げを入れていきます。はい、ここね、もうちょっとしんなりしてきたので、もう出汁入れますね。あ、ここでお出汁を入れて、はい、味付けですね。さらに、はい、薄口醤油とみりんを加えます。入れますね。はい、あ、いい香りしてきましたね。ものすごく簡単なんで、もうこれあと鶏肉とか足したら違う料理になって、すごい一品も増えますんでね。アレンジもできる、はい、ことですね。はい、これちょっと煮立ってきたら、次ね、さっきの豆腐ですね。はい、これ裏技でちょっとだけ絞ります。水が出てくるんで、ちょっともう少しね、豆腐の臭みを取れるんで、あ、はい、水気と臭みを抜いて、はい、ということですね。でこれ今度ね、はい、これ ちぎります。え、ちぎりながら加える。はいはい、ここで、はい、ラクーマチェック。僕もやったんですかね。はい、はい、チェックです。作業しながらちょっと難しい。はい、ちょっと気持ち伝わりました。豆腐は潰して。はい。こそ、はい、そうなんですよ。潰した方がね、味が染み込みやすいですね。なるほど。
ほど。なんであのどっちかでも本当にぐちゃってやった方がいいですよね、はい、ちょっとあの大胆にいった方が美味しいですよね。あ、この方がちょっと短時間で味も染み込みやすいということなんですかね。はい、もうこれね本当にこう少しね、詰めていって、煮詰めていって、はい、色がね豆腐の色が変わるぐらいでちょうどいけると思うんで、はい、これ食べてながない場合他のお野菜でもいいんですか？あ、もう全然です。それこそ親のねこの、食べてなの親の小松菜でもいいですし、はい、これね白菜とか冬なんかも白菜でもしますから、はい、もうさぬきの方ではねもうしょっちゅうやってるような話なんで、まんまのけんちゃんって言いますよね。はい、そうですね、まんばのけんちゃんとかね、はい、僕もけんちゃんなんですけど、けんちゃんがけんちゃん使えるわけですね、今日ね。まあでもね、まんばじゃなくて、その食べてな今回使って、食べてな、ね、でも子供たちも食べやすいんで、香川県もよく考えてると思いますよ。一緒に名前作って子供たちにって給食でね食べるっていうのは、ね、はい、あとね、親しみが持てますよね、はい、じゃあ今度は、出来上がったんでいきますね、はい。まあ、常備菜とかお酒のあてにもなりそうですし、はい、それこそおうどんともう一品プラスっていうことでもいいですよね。はい、これね、わー、彩りが、いや本当簡単に、そうです、ね、あっという間なんですね。これ味付けもね本当にシンプル、シンプルです。もう本当にだしと醤油とみりんってもう和食の王道ですよね。はい、でこれでねちょっとこのままだと面白くないと思ったので大葉ちぎって乗せます。あ、ここはもう料理長の、うん、はい、そうですね、ちょっと遊びですね。へー、はい、一緒に香りと一緒に楽しんでいただいたらと思います。あ、はい、お汁は入れた方がいいんですか？あ、そうや、忘れてるわ。これ汁ね、ちょっとこう、はい、やっぱりかけてください。だしがね、はい、旨味があります。そうですね、はい、おいしそう、はい、ちょっと人参気になる、人参だけ残しますよね、彩りを吸って。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、これで、はい、食べてなのけんちゃんが作ったけんちゃん出来上がりです。ありがとうございます。食べてなのけんちゃん、では試食をお召し上がりください。はい、じゃあいただきます。野菜たっぷりです、うん、いただきます。これはよくお家でも、そうですね、うん、結構するますよね、うんうん、おいしい、うんうん、ものすごく深いやつ、やっぱりお出汁の味がうまく効いてて、うん、あとシャキシャキ感も残ってますね。そうですね、うん、苦味とかないでしょ。ないですね、すごくだから子供たちが本当に食べやすいんだと思うんで、もう私たちもね、なんかできることどんどんしないといけないなと思って、今日これあえて、はい、いやでも食べてな、ね、うん、オンリーですけど、はい、この野菜自体の旨味がものすごくしっかりあるんですね。そうですね、だしがね、やっぱり豆腐が染み込んでるのと、逆に揚げも味を出してるっていうのがあるんで、揚げからのだしも出ているということで、はい、でもそんな難しい、ね、調味料とか使ってなくて、シンプルな素材で出来上がる、大葉のアクセントがいい感じです。香りがね、ありがとうございます。そこ言ってほしかった、はい、では材料のおさらいです。食べてな 350g、 そして、まあ、その他、まあ、お家にあるような調味料でできるということでね、はい、これとろみ加えたらそれこそお弁当に入れたりしても良さそうですね、ですね、はい、はい、詳しい材料は今時で検索してください。はい、お店の場所がこちらですね、高松市牟礼町です。どうでしょうか、ゴールデンウィーク明けてやっと落ち着いたという感じですか？まあ、落ち着いたんか落ち着いてないんかちょっと分からないぐらいですけどね、はい、うんうん、これからおすすめのお料理は？そうですね、6月に勝負会席っていう、もう うち 1年でね、いつもやってることなんですけど、やろうと思ってますんで、はい、いや季節を ね、 そうですね、取り入れてということで、はい、ぜひぜひお店の方にもぜひ、ね、お立ち寄りください。ラクーマキッチン、滝野さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。